アロハチャチンコと佐野千明です。皆さんなんとなく私がちょっと違うの分かりますか？そうです、もうサムネイルにあった通りで、前髪をこれね、ただくっつけてるだけなのね。でもすごい自然じゃない？こうやって見たらちょっとなんか割れてる感あるけど、今日はこれをつけてて旦那が気づくのかっていうのをね、やりたいと思っております。でデジカメをねボーンと置いとくとバレちゃう気がするから、携帯でちょっと隠し撮りチックに撮ろうかなって思っております。前髪やったらさすがに気づいてくれるよね。気づかなかったらどうしよう。でも今日お友達にこれにニット帽かぶってマスクしてたんだけど、前髪って言われなかったでもちょっと超自然だから、髪切ったって聞かれるのかなと思って、聞かれたいなと思って、ちゃんと見てくれてるかなっていうので、今日はねドッキリ的な感じのねやりたいと思います。まあでもやっぱ前髪あんま似合わないんで、たまにはいいかなぐらいかなでは旦那が帰ってくるまで待ちます。もうすぐ帰ってくるっていう連絡があったので、カメラを今セットしました。どう？いつもより違和感あるかな？ちょっとここが人工っぽいの分かるおかえり。ただいま。髪切ったの？髪切ったの？前髪かわいい？なんで誰が切ったの？誰自分で切ったの？嘘、偽物で。びっくりした速攻で気づいたね。やっぱ分かる？こんだけ違うと、ちょっとドッキリみたいな感じだったのに、速攻すぎるんだけど。びっくりした。でも違和感なかった。違和感なかった？あ、でも切ったって聞いてたもんね。なんかついてるとかじゃなくて。じゃあドッキリ成功ですね。結果前髪あった方がいい、ない方がいい？どっちも。どっちでもいい。らしいわ。今日はダナにドッキリやってみたわね。速攻で気づかれたからなんかちょっとドッキリ感がないけど、今日も動画を最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。グッバーイ。